近視は目の奥行きが長くなっちゃうんですか？目玉ちゃんどうしたの？そんな深刻そうな顔して。この前検診で視力を測ったら去年は 1.0 見えていたのに 0.8 に下がってしまったんです。このまま近視が進んだら頭が後ろに伸びちゃうのかなって。そうなったらかっこ悪くてもうこのチャンネルには出れないかもしれません。先生、後のことはよろしゅう頼ます。目玉ちゃん大丈夫だからね、ちょっと見せてみて、どんな感じなの。眼科専門医の小島です。目玉ちゃんです。よろしくお願いします。この目玉チャンネルでは、目の健康や病気について患者さん目線で詳しくお話をしています。目玉ちゃん今日も頑張ろうね。うん、頑張る。先生、この前の動画で近視が日本だけじゃなく世界中にもすっごく増えていて問題になっていることを教えていただきました。近視は強くなるとただ単に分厚いメガネが必要になるだけでなく緑内障や白内障、網膜剥離になりやすくなるから危険だっていうことも勉強しました。もしまだ視聴されていない方がいらっしゃいましたらこちらの動画をご視聴ください。ところで先生、近視が増えているのはどうしてなんですか？私のお母さんはゲームばっかりしてると近視になっちゃうよって言ってましたが、それって子供に勉強させようとするお母さんの策略なんじゃないんですか？近視の原因は大きく分けてこの2つあります。1つは遺伝と、もう1つはですね、環境ということになりますね。やはりご両親が近視だとお子さんも近視になりやすいということがありまして、最近では両親の近視の状態を調べて、それによってですね、ある程度お子さんが近視になりやすいということであれば、早めにですね、近視予防の治療を始めると、そういった考えも出てきてるんですね。確かに近視は以前、一度なってしまうと元には戻れないって聞いたことがあります。どうしてかわかる？目玉ちゃん、卵は一度茹でると生卵には戻らないという私の提唱するゆで卵理論によると。だがしかしそれは白内障か。私はゆで卵にはマヨネーズ派なんだな。先生は何派かな？私は素材の味を楽しむ方ですが、ゆで卵の話はさておき、近視というのは最初は下性近視といって目の中の筋肉が緊張することによって起こることもありますけれども、いわゆる近視というのは目の奥行きの長さが長くなることによって起こるんですね。ちょっとこちらの図で説明したいと思いますね。はい、はい、こちら見ていただきますとですね、この目の奥行きの長さを、医学用語で眼軸長と言います。この近視のお話ではですね、この眼軸長よく出てきますので、ちょっと覚えておいてください。はい、目の奥行きの長さが長くなるとですね、だんだんピントがですね、この網膜一番後ろに当たらずに前の方にピントが合うようになるんですね。これがいわゆる近視のメカニズムであります。なるほど。そして目の奥行きの長さっていうのは、この目の大きさそのものですね、これっていうのは一旦大きくなるとですね、元に戻りませんので、基本的に一旦起きた近視というのは元に戻らないということになるわけなんですね。目って身長が伸びるみたいに伸びるんですね。私はこの自慢のアップルドームを保ちたいので近視は大敵です。でもそもそもどうして伸びるんですか？いろいろ研究はされているんですが、はっきりしたメカニズムというのは分かってないんですね。でもいくつか分かっていることをここでは説明したいと思います。ぜひ教えてください。まずは軸外周差理論というものです。軸外周差理論
軸外周差理論というのは、うん、ちょっとで図で説明したいと思いますけれども、こちらのようにですね、うん、眼球に光が入った時にちょっとですね、まっすぐじゃなくて横から入った光っていうのはですね、実は網膜よりもさらに外側の方にですね、ピントが合うんですね。そうなるとですね、その刺激が元になって眼球がですね、そこにピントを合わせようとして伸びてしまうということなんですね。でこれはですね、動物実験で証明されてるんですよ。ほう、ピントを合わせようとして眼球の方が伸びるなんて、目玉ってすごいんですね。近視が進行するメカニズムのもう一つは光仮説というのがあります。うん、光？なんだか怪しげに聞こえますが、大丈夫なんでしょうか？これまでに多くの子どもたちを対象にした研究で、何が近視の進行に影響しているのかというのを調べたものがあります。その多くはですね、外遊びの時間が少ないと近視になりやすいということが分かっています。外遊び？目にも運動が必要ってことですか？外遊びの何が近視の進行に関係しているのかというのははっきり分かっていないんですけれども、太陽光が影響していると考えられていますね。すでに中国では小学校1年生の子どもの外遊びの時間を1日40分増やすと、その後3年間のですね、近視の進行が3割減らせるということまで分かってるんですね。今いろいろ研究がされていて、まあ、太陽光でもですね、どの波長がいいのか、赤い光がいいのか、紫がいいのかですね、いろいろですね、ものすごく研究されてるんですよ。それはすごい結果ですね。薬も何も使わずに近視が予防できるなんて全く知りませんでした。私も今日からアウトドア派になろうかな。そうですね、ただなかなか外遊びの時間を毎日増やすというのは個人レベルでは難しいですので、学校のカリキュラムに取り入れてもらうなど国レベルの施策が必要かもしれませんね。なんだか壮大な話ですが、とっても大切なことですね。その他には何かあるんですか？先ほど紹介した研究でもう一つ分かっている、近視に影響する要因というのは、勤業作業時間が長いほど近視になりやすいということなんですね。勤業作業って近くを見る作業ですよね。例えば本とかスマホを見るとかですよね。最近は小学生でもスマホや iPad を持っていますよね。でもどうして近くを見ていると近視になるんですか？はい、調節ラグということが影響していると考えられています。ちょっと難しいので少し説明しますね。こちらの方にですね、近くのものを見ようとした時っていうのは、目の中の筋肉が緊張して、ピントがですね、網膜にぴったり合うように、調節されるんですけれども、それはまあ理論上の話であって、実際はですね、少しですね、そのピント合わせの力が足りなくて、少し網膜よりもですね、後ろ側にピントが合ってるんですね。これを調節ラグというんですね。なるほど。やはり近くばかりを見ていると先ほどの軸外周差理論と同じで、眼球はピントを合わせようとして大きくなり近視が進むんですね。だからお母さんは iPad で遊んでばかりいないで遠くを見なさいって言うんですね。最近は公園でゲームをやってるお子さんも見かけますが、せっかく外に出ているので、あまりゲームはやめた方がいいかなと思いますね。あとこの図をもう一回ちょっと見ていただきたいんですけれども、今のですね、調節ラグの話とはまた別にですね、この目の中には筋肉ですね、ピントを合わせる筋肉、これ毛様体筋と言うんですけれども、そちらがですね、やっぱりずっと長いことですね、近くを見続けていると、結構緊張をずっとしているような状態になるんですね。でこの緊張を取る目薬を使うと近視の進行がですね、予防できるということが分かっていますので、この筋肉の緊張そのものがですね、近視の進行に影響しているというふうにも考えられているんですよ。小島先生、今回は近視がどうして進むのかについて詳しく教えていただきありがとうございました。はい、最近は近視が非常に増えてきて、健康上の問題として国レベルでも取り上げられるようになってきました。
今回は近視の原因について詳しくお話しさせていただきましたけれども、次回からはいよいよ今できる近視予防方法ということで詳しくお話していきたいと思います、それではこれからこの目玉ちゃんと一緒にまた頑張っていきますので応援よろしくお願いします。チャンネル登録やいいねもお待ちしてます。それでは今日はありがとうございました。さようなら。